暑くてクリップで髪の毛をまとめることが多くなると思うんですが、たった3つのポイントで可愛くなります。どうも皆さんこんにちは、渡辺です。ひとみです。はい、ということでひとみさん、今日は夏なんでめちゃくちゃ暑いじゃないですか最近ね。でそのやっぱ暑さ対策にぴったりなボブのヘアアレンジを紹介していきたいと思います。ということで今日使うのはもうクリップ一つ、はい、出先でも OK だし、はい、もう家でねもう暑いなっていう時にパパッとまとめれるアレンジになってますので、ぜひ参考にしてみてください。出先なのでスタイリングができてる状態からスタートします。スタイリング代が気になる方は概要欄に書いてあるのでぜひ見てください。暑いので全部まとめちゃいます。まとめて時計回りにねじったら上に上げます。まとめた位置は耳よりも下の位置にまとめています。三角クリップで留めていきます。右から左に毛先をすくって根元に留める感覚です。ここからがポイントです。これだけだとちょっと預けないので、耳がしっかり出てるのでこの部分を少し隠します。クリップを留めてる位置の横の位置の髪の毛を1センチ幅で少しほぐします。先がまとまっているのでここを毛束感が出るように広げます。少しこんな感じでルーズ感が出たら完成です。はい、ということで、はい、お疲れ様でした。普通にね、このクリップって三角クリップまとめても可愛いんですけど、でもそれだけだとね、ちょっと味気なかったりとかもするので、今回はひとみさんの3つのポイントをね、教えてもらいました。まず1つ目は、耳をちょっとだけ隠す。これがね、こうピシッと留めてるのもいいんですけど、ちょっと隠すだけで少しね、色気だったりとかルーズ感が出ます。で、2つ目。このね、クリップの横の部分ですねを、少しボリュームを出す。もちろんね、クリップのところだけで見ると、まあ、横から見ても綺麗なんですけど、ちょっとね、全体的に見ると立体感が、出てなかったりもするので、このクリップの横の部分を1センチだとね、で、ちょっとだけ出す。で、最後にこの毛先の部分ですね、それも普通にまとめたらペタッとまとまってる状態なんで、それを少し毛束感を出すようにやってあげると華やかさでね、全体のバランスが綺麗に見えます。もうこの3つだけやればね、もう簡単に、おしゃれに、できるアレンジになってますので、暑さ対策でね、とにかくまとめたいっていう方もワンポイントで、おしゃれになれる方法になりますので、ぜひ参考にしてみてください。この動画が良かったらグッドボタンと、あとチャンネル登録もよろしくお願いします。はい、それではまた次回の動画でお会いしましょう。